ずはマリュー選手です。彼の異名はディクテーター。ディクテーターとは独裁者のこと。その異名の通り、卓球の基本を極限まで極めたようなプレイスタイルでゲームを支配します。2020年後半、コロナ明けの大会を立て続けに制覇し、まだまだ若手には負けないという存在感を見せつけました。冒頭のコメント、卓球は僕のすべてです。 Table tennis means my everything。 これは2019年の年間表彰式でスターアワードを獲得した時の彼のコメント。決して英語が得意ではないとされるマリューの完璧なスピーチは多くの人々の心を動かしました。マリューにはこれ以外にもご覧のように数多くの異名が付けられています。キャプテン、ドラゴン、ディクテーター、マローン、マリュー選手でした。続いて主審選手、日本語読みでは巨金。彼の意味をクラウドウォーカーとは直訳で雲を歩く人。一般的なプレイヤーと比べて台から下がった位置からラリーを展開することが多く、どんな球にも雲の上をスイスイ歩くように追いつくフットワークを見せます。ただ今でこそそのようなイメージで語られる巨金ですが、この異名が付けられた当時は必ずしもそういう意味ではなかった。むしろ意味としては逆で、もともとは雲に足を取られているかのようなフットワークの悪さを揶揄してのニックネームであったとのこと。なかなか手厳しい言葉ですが、巨金はそのイメージを見事に覆したと言えます。冒頭の言葉、今日の試合に敗者はいないと思っています。これは2019年グランドファイナル男子準々決勝、張本智和戦に勝利した時のコメント。それまで張本選手には無敗の巨金。しかしこの試合では張本選手の成長もあり、マッチポイントを握られるまで追い込まれてしまいます。ただ最後は逆転で試合を制した巨金。お互いが全力を出し切ったこの試合、一時は負けを覚悟したはずの巨金の張本選手へのリスペクトが垣間見える、そんなコメントでした。巨金もまた複数の異名を持っています。時に芸術的な卓球を見せることからショーマン、また時に信じられないような逆転劇を演出することから、主審の名前とスーパーマンを掛け合わせた造語スーパーマンなどと呼ばれています。クラウドウォーカー、ショーマン、スーパーマン、主審、巨金選手でした。続いてリンガオユエン、リン・コウエン選手。彼の異名はダークナイト。その名付け親は国際卓球連盟の名物解説者アダム・ボブローさん。きっかけとなったエピソードは2017年、中国国内で行われた代表選抜戦、地表最強12人、 Marvelous 12。 この大会で大穴と目されていたリン・コウエン選手、しかし蓋を開けてみれば阪神党や巨金といった名だたるプレイヤーたちを撃破、見事世界卓球への出場権を獲得しました。その時に下馬評でダークホースと言われていたこと、そしてチェスの盤面上で馬、ホースがナイトであるということから、これらを組み合わせてダークナイトという異名が誕生しました。冒頭のコメント、僕に唯一できることは全身全霊をかけることだけでした。これは2020年ドイツオープンで水谷選手に辛くも勝利した時のコメント。序盤にゲームカウント3ラブとリードしながら、水谷選手の逆襲に遭い、ゲームカウント3オールと追いつかれます。そしてメンタル的に追い込まれての最終ゲーム、この時の心境を表したものです。なおこの試合では2020年のベストラリーに選ばれてもおかしくない水谷選手のスーパープレーが飛び出しました。そちらもぜひご覧ください。リン・ガオ・ユエン、The Dark Knight、 リン・コウエン選手でした。続いてはファン・ジェンドン、ハン・シントウ選手。彼の異名はシャオパン。シャオパンは日本語では小太り、もう少し優しい言い方をするとおデブちゃんということで、決してディスっているわけではないはずなんですが、どうしてもディスっているように聞こえてしまう、そんな異名となっております。先ほどの巨金のことを足が遅いと言ってみたり、伊藤美誠のことを大魔王と呼んでみたり、中国人のつけるニックネームはどうしてこうも手厳しいのか。さらに英語でも Little Fatty、Little Chubby という翻訳をされており、ここから日本語に訳すと普通にチビデブになってしまう可能性すらある危険な異名。なおこのニックネームについては本人も少し気にしている模様。
冒頭のもうそんなに太っていないと思うけどねというコメントは、2019年の年間表彰式でのニックネームについて聞かれた時の本人のコメント。そろそろかっこいい異名が欲しい、そう思っているのかもしれません。卓球をあまり知らない人はここまで聞いて、この人そんなに強くないのではと思ってしまうかもしれませんが、2020年現在の世界ランキングは1位、台から遠い位置でも爆発的な攻撃力でいつでも主導権を握ることができる、そんな卓球で世界を席巻しております。シャオパン・ファン・ジェントン、阪神投選手でした。続いては台湾のエース林ユンジュ選手。台湾では J が R のように発音されるとのことで、国際試合の解説ではリンウィンルーといった発音で解説がなされます。そんな彼の異名はサイレントアサシン、流れるような身のこなし、滑らかな動作、そして攻撃力の高いチキータレシーブ。さらに得点を決めても声を出すことはほとんどなく、常に冷静沈着。そんな特徴からサイレントアサシン、静かなる暗殺者と呼ばれるようになりました。彼は2020年時点でまだ19歳であり、日本の張本選手とは2歳差の同世代。そのため若手の新星の意味を込めて台湾の張本と言われた時期がありました。日本では投手を前面に押し出す張本選手との対比でサイレント張本と呼ばれることもあります。冒頭のコメント、次メダルを取れなかったらみんなを失望させてしまうかも、これは2019年ワールドカップの3位決定戦のマリュー戦に勝利し銅メダルを獲得した時のコメント。初出場でのメダル獲得を喜ぶとともに、次への不安を笑顔で口にする林ユンジュ選手。トップに上り詰めながらも自信満々というわけではなく、自分の感情を率直に表現する等身大の19歳、こういった姿に親近感を覚えた方も多いのではないでしょうか。サイレントアサシン、リンウィンルー、林ユンジュ選手でした。続いては我らが日本代表、丹羽幸樹選手です。海外実況のアダム・ボブローさんには Man of Mystery、 神秘の男と呼ばれています。ポーカーフェイスで何を仕掛けてくるか全くわからない、リスクが高そうなプレーを平然と決めてくる、時々やる気がないように見えることもある、何をしてくるのか読めない、わからない、謎の男と評されています。そんなプレイスタイルはマリューをして最もやりにくい選手の一人と言わしめるほど。そして特筆すべきはカットブロックに代表される超絶技巧の数々。アダムさんは自身のお気に入りの三大クリエイティブプレイヤーとしてワルドナー、巨金とともに丹羽幸樹の名を挙げており、その卓球スタイルは多くのファンを魅了しています。冒頭のコメントは2021年オリンピックへの出場権を手にした時のインタビューから。シングルス出場権獲得までの半年間のポイント争い、丹羽選手の戦績は決して満足できるものではなかった。しかし当時出場権争いを繰り広げていた水谷選手、彼のみが出場予定で、しかも出場するだけでポイントが獲得できる大会が中止になるなど、コート外での幸運に助けられたということもあり、出場権を獲得した丹羽選手。どんなに努力しても報われないこともある、一方で努力に関係なく転がり込んでくる幸運もある、その狭間での葛藤を表した言葉と言えるのではないでしょうか。とはいえ運も実力のうち、満を持して2021年のオリンピック最高のパフォーマンスを見せてほしい。期待して応援しましょう。Man of Mystery、 幸樹丹羽、丹羽幸樹選手でした。最後はこちらもオリンピック日本代表、平野美宇選手。彼女はハリケーン平野という異名で知られています。ハリケーンという異名が広がるきっかけとなったのは2017年のアジア選手権大会。陳夢、丁寧、周雨霊と3人の中国選手を立て続けに撃破して優勝し、一大旋風を巻き起こしました。その戦闘スタイルは台に近い位置からの腰の回転を利用したスピード感あふれる連続強打、旋風が巻き起こるかのようなフォーム。そしてこの大会で文字通り旋風を巻き起こしたことからハリケーン平野と言われるようになりました。しかし個人的には平野美宇といえば挫折や試練が多い印象。2016年のリオオリンピックでは出場枠に入れずリザーブとして同行、2017年のアジア選手権優勝後はその激しい戦闘スタイルも相まってか怪我に悩まされることも多く、
そして2019年の末には東京オリンピックへのシングルス出場権を惜しくも逃す。苦難の連続と言えるのではないでしょうか。冒頭の言葉、3年間頑張ってきたんですけど足りなかったなって思いました。これは2019年グランドファイナルオリンピックシングルス出場権を決定づける大会を終えた時のコメント。伊藤美誠が出場枠争いから抜け出し、残りは1枠、石川佳純との熾烈な一騎打ちとなりました。ここでシングルスの席は惜しくも石川選手に譲ることになりましたが、その後ダブルスでの出場となる3人目の枠に内定。美誠選手とともにオリンピックを盛り上げてくれることでしょう。ミュー・ヒラノ、ザ・ハリケーン、平野美宇選手でした。はい、ここまで異名が広く知られている選手たちについてご紹介をしてきました。ここであまり定着していないマイナーな異名についてもまとめてご紹介していきたいと思います。おそらく東京オリンピックでもアダムさんが解説をすることになると思いますので、卓球を YouTube でご視聴予定の方はアダムさんがよく使うこちらのフレーズに注目してみてください。またこちらの4名は異名というよりはあだ名に近い呼ばれ方をしております。伊藤美誠の美誠ちゃんは卓球ファンの多くの方がご存知なのではないでしょうか。こちらもぜひチェックしておいてください。はい、というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。正直この動画の制作には無駄に多くの時間を割いており、その辺の YouTuber のように毎日投稿はできません。というか次の動画投稿も未定です。とはいえ皆さんが忘れた頃に動画投稿するかもしれません。今後もこのチャンネルの動画を見てみたいという方はぜひチャンネル登録をしていただき、気長に待っていただきたいと思います。それではまたいつかお会いしましょう。さようなら。